皆さんどうもこんばんは、レイムです。今回やっていくモンスターがですね、バゼルギウスやっていこうと思います。ではね、スキルの紹介します。僕の大剣のスキルですね、抜刀術メインのスキルとなっております。で今回の武器が、神言の、雷立ちかな、雷属性の武器でいきますね。ではね、もう早速いっちゃいましょうか。レッツゴー。おう、バゼルギウスということでね、今回も尻尾切りミッションはバチッとありますんで、なるべく尻尾を早く切りたい。そしたらもうね、どこでも切っていいからね。やっぱ切れるもんはね、きっとかだね。あとアイテムも手に入るしね、尻尾切りは大事よ。うんうん、おはよう。とりあえず尻尾、危ない。ちょっと爆弾にもね気をつけんといかんし。バゼルちゃんはちょっとね厄介よね。見え見え見え、あーちょっとカメラさん、怖いね。あー、まあでもよかった、入った壁切りが。高くなりましたと。すぐ爆発しちゃうから気をつけて。あーやべ、ちょっと待って、もうね爆弾はあかんわ。関西人じゃないけど、あかんわ爆弾は。やばい、マジ爆弾が邪魔。はい、オッケー、尻尾オッケー。あー怖いね、爆弾怖いよ。どこ行ったかだ。逃がしゃしねえよ。うわーやばい、死にかけた。逃げたとこに爆弾あったらやばいわ。クマがいない
頼むぜ。武器も腕前も磨いてなんぼさ。あとはね、もう尻尾切ったけ、あとはボコボコにしちゃいます。やばいやばい、最後突っ込んでくるからね、気をつけて。急に喧嘩すんだよ、びっくりした。絶対こっち飛んでくるけんね。ああ、どこ行った。とりあえずマガイマガードにぶつかってこっちに乗り換える。見せてやるぜ。バカだバカだ、気をつけて。なるべくゲージギリギリで。はい、ナイスー。ああ、かわされた、危ない危ない危ない、気絶させたい。顔狙ってこう。危ない、僕だ。ありがとうよ。爆弾に気をつけて。あー、やられる。危ねえ。おいおい、落ちてる落ちてる。あーあああ怖い爆弾。やばいやばい、ちょっと待って待って待って、これ死ぬ、やばい。仕掛けてくるぞ。あー危ない。マジ怖い。気絶を狙いたいとこ。爆弾が邪魔やな。チャンス。はい、オッケー。さすが俺のお供だな。よっしゃー、ナイスー。本気にさせたな。今の入ったんかな。あー怖い。爆弾怖い。あー、ちょっと水辺で戦おう。ナイス。押し上がったか。
気に叩くぜ。最悪。追いかけるとしますか。一発も当たらんっていう。なんじゃい。空振り。行くぜ。空振り三四郎や。砥石の出番だ。なんや空振り三四郎って。もうちょっとで倒せるかもね。まだ早いか。さすがにまだ早いか。ナイス V 破壊。相手が悪かったな。それやめて。気をつけろ。ああ。やめろ。疲れてます。オッケー。あー、タックル間に合わんね。ありがとうよ。危ね。バレるかと思う。次のが行くぜ。ナイス。頭に当たられた。動くなよ。ああ。タイミングよ。もうちょっと早いないとけ。滑るな。危ない。ああ危ない。やめやめやめ、マジやばい。死ぬとこやった。ギリチョンもセーフやね。マジでほんと爆弾やめてほしいわ。あー受け身取るのもあれやな。考えないかんね。移動しやがったか。武器も腕前も磨いてなんぼさ。まあ、ガードすると切れ味下がるけどね。ガードは使っていかんとやられちゃうから。やばい。あーあ
パズルめあとちょっと。ああ、くそ。ああ、もう。かわされる。チャンス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 、これで仕留める。避けるな。ああ逆バカ。ああ飛んだ。ああうわ、あとちょっとって思うとね、いただくぜ。ああもうね、やだ、爆弾やだ、やりづらいわ。ということでね、今回はこの辺で終わります。ご視聴いただきありがとうございました。よければね、いいねのボタンをポチッと、チャンネル登録をがっつりとお願いします。あとね、なんか倒してほしいモンスターとかいたらコメントいただけると、まあ、倒してほしいとかやってほしいモンスターとかね、武器とかあったらコメントください。それでね、また次回の動画でお会いしましょう。皆さんバイバイ。